動画は前回のエンジン不調、プラグ2番シリンダーのスパークプラグの清掃の動画ですね。その動画の続きです。続きといってもプラグ交換を全部やるとかそういう問題ではなくて、エンジンの調子が良くなったのでちょっとエンジンをかけてたんですよね。少し回転数を上げたりなんかしながら、そうしたらですね、ちょっとある異常に気がついてしまったんですよ。まあこの時代のホンダ車あるあるな異常なんですが、どうでしょう、わかりますかね。まあ映像だと正直ちょっとわかりにくいですね。よく目を凝らすとちょっと白いモヤモヤしたものが上に登ってってるんですよね。はい、皆さんこんにちは。今日バイクの整備中に偶然気がついたんですけど、煙が出てたんですよね。この煙が出てた場所、何があるかっていうと、90年代のホンダ車あるあるなんですが、レギュレートレクチファイヤーがそこにあるんですよ。このレギュレートレクチファイヤーなんですけど、まあ何をしてる部品かっていうと、簡単に言うとバイクで発電した電気ですね。回転が上がると電圧なんかも上がってしまうんですけど、それを熱に変換して大気に放出する部品ですね。なのでこの部品があることによってバッテリーが守られていて、だいたい発電の電圧はエンジンがかかっている状態で 14V ぐらいをキープすることができるんですね。なのでバイクのエンジンがかかっていれば常に熱くなる部品なんですけど、90年代のホンダ車はこの部品が弱いと言われてるんですよね。私も実際この部品3つ目なんですけど、遅かれ早かれまた再発することが分かっているので、ちょっとカプラーを延長してですね、メンテナンスしやすいように少し改造していたんですが、今回ちょっと意外だったのがレギュレーター側が溶けてなかったんですよね。ちなみにこれは対策品でフィンがついてるタイプですね。それでもかなり熱を持つので、てっきりこちら側のカプラーがですね、カプラーとレギュレーター側が溶けるものだと思っていたんですが、今回レギュレートレクチファイヤーから離れたカプラーから煙が出てたので、ここに原因があるんじゃないかと疑ってみることにしました。メインハーネスのカプラーなんで、まあできるだけいじらずに形を残しておきたいんですね。とりあえず今回は導通を良くしてもう一回試してみましょう。端子の接点がかなり焦げていたことと、かしめ方が弱かったのでちょっと強くして導通を良くして試してみたいと思います。はい、とりあえず作業が完了しました。カプラー側はもし割れてしまったら交換しようかなと思ってたんですけど、一応焦げてはいるけど破損することなく端子をかしめ直すことができました。最初と比べたらかなり導通は良くなっているはずで、とりあえずこれで様子を見ます。これ結構気づかないで放っとくと車両火災になったりすることもあるみたいなんで、結構怖いですよね。まあでもですね、車両故障と付き合うのも古いバイクを所有する楽しみ、醍醐味の一つですから、末永く付き合っていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。